ヨシは、日本のシンガーソングライター、ファッションモデル、俳優。本名は、佐々木よしずみ。広島県尾道市出身。所属芸能事務所はスターベス。所属レコード会社は、ユニバーサルミュージックで、レーベルは、バージンミュージック。ABO 式血液型は、A 型。小学校高学年の頃に、趣味で、ミニ四駆をやっており、 ミニ四駆つながりでできた大人の友達が着用していた幼児山本やリックを応援スに惹かれてファッションに興味を持ち池袋のライトを見て MA-1 を母親にねだるもののその年齢で高いジャケットを着るなんてあり得ないと一周され3時間に及ぶプレゼンテーションの結果購入の許可が下りるまた同時に素材やアートにも興味が湧き服がどのように作られるのか ファッションや音楽は時代とともにどう移り変わったのかなども知りたいと思うようになる。2016年13歳の時、オフホワイトのベルトを腰ではなく首に巻いてオフホワイト南青山のグランドオープンパーティーに訪れた際、オフホワイトを起業したファッションデザイナーのバージルアブローに出会う。そのベルトの使い方は面白いとバージルのインスタグラムによしの写真を投稿してもらい、 一夜明けたらヨシのインスタグラムのフォロワーが約1万5000人に増えていたという。その後、数多くの芸能事務所から契約の打診があるものの、芝居なら、芝居、音楽なら、音楽に専念しませんかと言われたが、法律があるわけでないのに縛ることに意味を見出せず、それじゃ意味がないと、自ら首を縦に振らなかった。それと同時にヨシ曰く、一人の男として成長したい。 と思い、毎日企画書を書いて先方にメールを送ってプレゼンし、モデルのマネージャーをしたり友達のファッションショーを手伝うといった裏方の仕事で3年間事務所に所属せずフリーランスで活動していた。なお、現在の所属事務所であるスターベスはできることはすべて100%で進めましょうと言ってくれたので契約したという。制作は音楽プロデューサーであるマットキャブや その他のトラックメーカーとスタジオに入ってトラックを作ってセッションで行っている。また、ヨシ自身も鼻歌でメロディラインを考案し、歌詞のテーマやサウンドの方向性のアイデアをプレゼンしている。好きな音楽のジャンルはヒップホップやトラップ、ロックやパンクロックなど、ありがとうございます。